ダヤナラ・トレスは、プエルトリコのモデル、女優。1993年、第42回ミス・ユニバース世界大会優勝。1974年10月28日、トア・アルタに生まれる。出生名ダヤナラ・トレス・ベルガード。1991年、故郷の街で見知らぬ人に声をかけられる。それがきっかけで、ビラルバを代表して、ミス・プエルトリコに出場。 優勝し、ミスユニバース1993の出場資格を得る。1992年、ミスインターナショナル1992に出場。セミファイナリスト。1992年、クイーン・オブ・ザ・ワールド1992準優勝。1993年5月21日、メキシコで開催された世界大会で優勝。 ミスユニバース1993となる。ミスとしての人気の間、及びその後、国際連合児童基金の親善大使を拝命し、アジアとラテンアメリカを歴訪。また、チルドレンズ、ホープファンデーション、ファンデーションソンビサ、マーチ・オブ・ダイムス、アズマア,ンドアレルギーファンデーションそして、アースライティスファンデーションの理事会に貢献。プエルトリコとフィリピンの貧しい学生に、 修学の機会を与えるため、ダヤナラトレスファンデーションを設立。1994年、ミスユニバース1994を体感するために、フィリピンに来る。この放費の間に、二つのテレビ番組を司会し、映画で主演する旨オファーされた。彼女は、滞在を決断し、短期滞在は4年間に延長される。その後4年間、フィリピンに今日構え映画、テレビに出演する。 ハタオ NA ではゲイリー・バレンシアノと共演し、リンダ・サラではチャヤンネとダブル主演に抜擢された。詳細は関連項目3章。2017年、ミス・ユニバース2016の審査員としてフィリピンに再上陸。1998年にプエルトリコに戻り、歌手として唯一のアルバムであるアンティホスをリリース。1998年、 ダイアナラドールが発売される。2008年、ピープル EN エスパニョール氏の 50MOST Beautiful に選ばれる。アンティホスのリリースにより、彼女はポピュラー音楽の世界に手を出した最初のミスユニバースと評された。1994年以降、主にフィリピン、マレーシア、インドネシアでモデル活動を行う。コスモポリタン、ピープル EN エスパニョール、バニガーダーゼ、 カルス、イマゲン、アジアンブライド、マリエ・クレールなどの国際的雑誌を含む多くの表紙を飾った。なお、これらの雑誌のいくつかは彼女自身によって保存され、2004年の離婚後のキャリア再開にあたってメディアを説得するのに役立った。2000年5月11日、プエルトリ個人のラテン歌手兼俳優であるマーク・アンソニーと結婚。その後二人はサンファンの大聖堂で、 カトリックの儀式を受け、結婚の絆を強化した。西を設ける。2004年、離婚。2018年、マーベルスタジオの共同経営者のルイス・ディ・エスポージトと婚約中であると発表。ありがとうございます。